三輪車足における縦置き、エンジンヘンダーソンデラックススパー6における縦置き直列6気筒エンジン縦置きエンジンの例。写真左側が自動車の進行方向自動車工学において縦置きエンジンはクランクシャフトが車両の長軸、前後方向に沿って配置されている内燃機関である。英語では進行方向を地図の北に見立ててノース。 サウスエンジンという言い方も広く用いられる。横置きでは、車腹が足りず収まりきらない、直列6気筒や90度大口径 V 型8気筒といった大型エンジンを収めるための置き方である。一般的にはトラックを含め、フロントエンジンリアドライブのレイアウトの自動車に使われる。この場合は、プロペラシャフトとセットになる。同じ後輪駆動でも、リアエンジンや、 ミッドシップエンジンでは、コンパクトにまとめたい等の理由で横置きすることが多い。フロントエンジンフロントドライブ配置の、いわゆる FF 車は、横置きが多数派であるが、乗り心地や運動性能にこだわったり、四輪駆動の派生モデルを考慮しているメーカーや車種では、縦置きした車もある。FF 車ではエンジンを縦置きにすることで、左右のドライブとレーンの長さが均等になり、 トルクステアを防止することができるため走行性能の向上に寄与できる。一方で縦にスペースが必要なため FF の微点である広い居住空間が削られてしまうという欠点もある。縦置きエンジンを搭載した車は大抵最小回転半径が横置きエンジン車よりも小さい。これはエンジンの速報により広い空間が存在し大きなタイヤ切れ角が得られるからである。 オートバイでは使用される種類は駆動方式に依存する。チェーンまたはベルトドライブの場合は大抵横置きエンジンが使われ、シャフトドライブの場合は縦置きエンジンが使われる。オートバイにおける縦置きエンジンはトルクアクションと呼ばれる弱点がある。これはクランクシャフトの境目が加速した時にジャイロ効果を発生し、車体全体が傾く現象である。これは ジェネレーターやギアボックスといった一部のコンポーネントをクランクシャフトと逆方向に回転させることによって部分的に解消することができる。ただし、これを縦置きの味であると考える構図家もいる。またオートバイは作動機構が不要なため回転方向を90度変えるための傘歯車を採用する場合もある。これは自動車に搭載できるエンジンの種類の典型例の リストである、ありがとうございます。